年繁盛期第7話。時代は小ギャルよ。小ギャルか、オイラは役に立てそうもないテーマだな。ていうかギャルが温泉に来るか。でも確かに流行の先端であるギャル層の人気がつけば経営の追い風になることは間違いないよ。その通りよ、女の噂は風より早いんだから。問題は具体的な案をどうするかだけど。小ギャル、若い女子の好きなものって言ったら甘いもんだよな。温泉まんじゅうでも作ってみるか。ババ臭い。オイラは好きだけどな。あの茶色がなんか嫌。でも最近はカスタードとかクリームチーズの入った温泉まんじゅうもあるみたいだし。なんだそれ、面白いな。まあ悪くはないけど、もうひとひねり欲しいわね。小ギャルが好きなこと、ファッション、美容。美容？美容か。ファーストさんでも呼んでお客さんに美容整形でもしてもらうなんて。却下。あくまでメインは踏ん張り温泉だもんな。それじゃあさっきの温泉まんじゅうにおみくじでも入れてみる。あら、手軽でいいわねそれ。あれ、意外に好感触。恋みくじとでも題してお土産の温泉まんじゅうに仕込んでやりましょうか。おみくじの中身はどうすんの。ふん、やるからには本気でやるわよ。私の渾身の恋占いをねじ込んでやるんだから。怖え、何が書かれてんだろうな。こうして出来上がった辛口恋みくじまんじゅうは辛辣なコメントながらもよく当たると噂になったとかならなかったとか。小山田万太、犬山犬子、京山アンナ、林原めぐみ、朝倉陽、日笠陽子。